皆さんこんにちは。日本のタレントである山崎怜奈さん、今回は高市早苗に無知すぎる質問をし公開処刑を受けた山崎怜奈が精神崩壊と言われる現在と総裁選にまで響く失言や態度について紹介します。まずは山崎怜奈の履歴とプロフィールから紹介します。山崎怜奈は日本のタレント、ラジオパーソナリティであり、女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバーである。前秋高田市長で都知事選に立候補し敗れた石丸伸二氏が7月11日テレビ朝日系グッドモーニングで斉藤千春アナのインタビューに応じた。7日の開票速報で元乃木坂46の山崎怜奈に対する態度に一部で批判が上がったことに言及した石丸氏は、7日に放送されたフジテレビ系の開票速報番組で山崎の質問に対し前提が正しくないなどと論破。山崎は不勉強ですみませんを教えいただけますかなどと食い下がったが、石丸氏は見方が違うんじゃないでしょうかなどとガツンと返していた。これに石丸氏は、元アイドルか現役アイドルの方がインタビューされた乃木坂の方ですか、質問されてきて僕は全くいつもの調子で返して、それがあまりにもひどかったという評価で、お本人も怖かったという感想を言われていたらしいんですよ。そういう方に対してはちょっとかわいそうだったかなってと、反省の弁も、真剣勝負で切ったら相手は竹刀も持ってなかったみたいなねと振り返り、ただあれをもう一遍あの場にいても同じ風にやっちゃう、女子供に容赦するっていうのは優しさじゃないと思っているとの考えも述べた。優しく言ってあげればよかったのかな、頭をポンポンってやってあげる感じが良かったのかな、でもそれも失礼、相手もプロとしてあの場にいらっしゃるからと話していた。元乃木坂48でタレントの山崎怜奈が19日放送の安倍プライムで自民党総裁選へ出馬した9人の候補者のうち、高市早苗に自身の夫婦別姓に関して質問し、疑問を投げかけた際に自身の意見を長々と語り、高市からぶった切られ、石破が議論が右往左往しているから MC はちゃんと仕切れと、貴重な討論の時間を妨害するようなことを言う山崎怜奈と高松菜奈に黙れと警告が達されました。9月17日に放送されたニュース23では、自民党総裁選に立候補している9人が出演した。各候補に政策や総裁になった際の姿勢について質問が投げかけられたのだが、高市早苗経済安保大臣の回答が批判の的になっている。同番組の小川彩香キャスターは、立候補に当たり集まった高市氏の推薦人の20名のうち13名が裏金問題で名前が挙がった裏金議員だったことについて高市氏に見解を求めました。すると高市氏は、裏金議員という言い方は正しくないと前置きをした上で、不記載のあった方ということでそれぞれの事情があって選挙区でも説明を尽くされて皆さんに納得いただいている方もいらっしゃると、裏金議員に同情するような発言をしていました。高市氏は裏金問題について、再発防止策をしっかりやる政策活動費はもう廃止と自らの施策を述べたが、裏金議員を肯定するような発言についてスタジオではさらなる追及がなされた。次はスペシャルコメンテーターの星浩氏が、高市氏の推薦人に裏金問題で役職停止処分を受けた三津林博美氏と杉田水脈氏が含まれていることについて尋ねました。それに対して高市氏は、推薦人を希望する議員は20名以上いたとしながら、どの方を20人に入れるかは選対チームに任せましたので、私は翌日の新聞までどなたが推薦人になってくださったかは知りませんと言い切ったのです。しかし高市氏の知りません発言を責任逃れのように多くの人々は感じたのだろう。 X では怒り混じりの批判の声が殺到している。高市早苗さんは、推薦人に処分議員がいたのは知らなかったって、とんでもない嘘つきです。話にならないっすね。誰が推薦人になったか知らなかった嘘つけ。自民党ベテラン秘書はこう話す。 SNS 上で嘘つき呼ばわりされるのは仕方がないことでしょう。推薦人が誰かを知らなかったなんて普通では考えられないことです。立候補した先生方は推薦人にはそれだけ感謝するもんですから。だけど高市さんなら知らなかったというのはありえるかもね。
前回の2021年総裁選で高市氏の推薦人になったある先生がお礼の電話一本すらなかったと憤慨していたという話を聞いていましたからね。今回の発言で国会議員の票が逃げていくかもしれません。高市氏をめぐっては自民党総裁選挙管理委員会が禁止した政策パンフレットを郵送したとして9月17日岸田文雄首相、森山裕総務会長ら自民党執行部が口頭注意に加え、毅然とした対応が必要だと逢沢一郎選管委員長に検討を要請した。総裁選も中盤に差し掛かったが、高市氏にとってはまさに踏んだり蹴ったりの状況にあるとも言える。前出の政治担当記者が言う、日経新聞とテレビ東京が9月13日から15日までに実施した次の自民党総裁にふさわしい人の世論調査では、高市氏は自民党支持層で8月よりも7ポイントアップし 22% と小泉進次郎氏の 21% を抜いて2位になったばかりでした。ちなみに1位の石破茂氏の 25% にもかなり接近しています。そんな中、今回の発言が今後の支持にどう響いてくるか気になります。政治家であれば一言でつまずくことをよく知っていると思うが、選挙戦終盤、自民党内に動揺が広がった。当初決選投票にも進めないと見られていた高市早苗の支持が各メディアの調査で躍進、菅や石破を嫌う麻生太郎が高市に乗るかもしれないとの筋読みも流れ、一転して勝ち目が出てきたのだ。保守層とネットユーザーの間では高市人気は凄まじい。理由の一端は他の候補者が曖昧にしているエネルギーと安全保障で振り切った政策を提起したことだろう。小泉氏や河野氏はかつて再生可能エネルギー活用と脱原発を唱えていましたが、再エネはコストが高く効率が悪いことが国民にも認識され始めた。小泉氏河野氏がトーンダウンした一方、高市氏と小林鷹之氏は原発推進を打ち出し議論をリードしました。今後日本国内への製造拠点回帰が本格化すると思いますが、TSMC が熊本を選んだのは九州電力の原発が動いていることも背景にある。原子力政策は高市氏が得意とする経済安保や核保有の議論とつながりますから、支持層も好感を持っているのでしょう。一部で原子力マニアとも呼ばれる高市は、より安全で効率のいい革新炉や2050年をめどに実用化が目指される核融合炉にも詳しく、総理になれば研究開発を支援すると明言。さらに全固体電池の開発推進、防衛関連技術の社会還元といった防衛安保に関わる産業政策も山ほど出している。エネルギー安保政策に関連して高市がセットで打ち出すのが霞が関改革と省庁再編だ。具体的には環境エネルギー省、情報通信省、内閣情報局、内閣情報会議を設けるとしている。だがこれについても前出の東大教授牧原氏があまり意味がないのではないかという。高市氏が情報通信省や内閣情報会議の設置で目指しているのは、要はインテリジェンス機関の統合ですが、これが今まで実現しなかったのは内閣情報調査室の背後の警察庁と公安調査庁を外局としている法務省が対立してきたからです。公安調査庁は内庁にはない人的資源やスキルを持っていて、高市氏はその機能を内閣直轄にしたいのだと思いますが、現状でも機能統合は進んでいる。インテリジェンス機関の一元化は組織いじりで終わるのではないでしょうか。もっとも高市の支持者はこうしたしがらみを強力に突破することを彼女に求めているのだろう。ある意味で支持層が明確であることが高市の弱みにもなっているというのは、選挙プランナーの大浜崎拓真氏だ。高市氏は今回従来通りの右派マテな政策に加えて、今は増税に反対、年金への課税見直しといったややポピュリズム的な政策も出してきていますし、会見や論戦でもそうした政策に時間を多く費やしている。保守層を固めるだけでは勝ちきれないという危機感が出てきているのではないでしょうか。尖った言葉には熱狂的ファンがつくが、総理大臣には敵さえも味方に変える応用さも求められる。高市が化けるかどうかはそこにかかっているだろう。最後までご視聴いただきありがとうございました。
何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。